ありがとうございます。喋り方全然変わってないですね。そうだ、もっと清宮&聖夜は笑わないって決めたのに、思いっきりも歌の中でこんな笑っちゃってましたね。笑わない、もう笑わない、いいの、いいの、お、そうかな、今のシャランは何、そういうお家ね。え、そう、さっきもね話したんですけど、アーティストコレクションの中から手のひらの革命聞いてもらいました。ありがとうございます、ね、この曲は村井さんと初めてご一緒させていただいたあの楽曲で、なんとね、はい、ときめきメモリアルの、そうですね、何年前ですかね、何年前でしょうね、年がバレるんでやめて、あ、そうですか、そう、1年ぐらい前かな、私今21だし、シーンとしないで、下打ちしちゃいました、下打ち、チッとかやってますからね、結構なんか思うようにいかないとチッとかやってますからね、そんなことないですよね、ごめんなさいこれ仲悪いんですよ喧嘩ばっかしてます。そうなんです、ときめきメモリアルという曲 のカバーで、本当初めて一緒ご一緒させていただいて、もうなんてかっこいい曲なんだろうと思って張り切って書いた記憶があります。それをなんか今ね歌えるなんてとっても幸せだなって思います。ありがとう。そう、去年は本当にねいい年でしたね。あ、これも発売できるし、ポップンの夏のライブにも出演初めてできたし、もうこの勢いでね今年もガンガンと行けたらいいなって思ってますね。よろしく。よろしく。あ、笑わないんだった。よろしく。睨んだりして。
ありがとうございます。それでは清宮&聖夜最後の2曲になってしまいました。うん、でもこれからパンキッズさんとかセナちゃんとか出てくるから大丈夫だよ。いろんな声しちゃってごめんね。大丈夫だよ。だから最後の2曲を聴いて応援してね、一緒に歌ってくださいね。みんな知ってる曲だと思います。それでは最後の2曲をメドレーで聴いてください。